お疲れ様です。本当今年も大変お世話になりました。いろいろね、お役に立てたんだとしたら私も嬉しく思います。で、今回ですね、28日になりましたけども、実はね、あのクリスマス過ぎたじゃないですか。で、似たようなお悩み相談、何件かあったんで、ここで紹介したいんですけども、それはですね、その、欲しくもないものをね、もらいましたっていうね、うん、ことなんですよね。プレゼントですよ。 一番欲しいのは何ですかって私必ず聞くんですけども時間とお金っていうのが一番多いですよねでも時間をプレゼントできる人ってあんまりないんであの現金を送ろうって必ずねあの賢い人と思うんですよもうでもお金を送るとなぜかいやそれはっていうふうに拒否る人が結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんで仕方なく形のあるものにするんですけどもでここでねあの、まあ、これも毎年のことなんでね 今日初めて言うことじゃないんですけどもあの結局無難なものを送るっていうのはあのその人をねやっぱこうすごい楽なんですけどもね無難なものを送るっていうのはまさにお金なんですけども無難なものを送るのは楽なんですけどもんまあ反面あの欲しくもないものを送られましたって人に対しての私からの考えなんですけども新しい 発見とか気づきとか挑戦の機会をプレゼントされたっていうふうには考えないんですかっていうふうに言うとあんまりそうとは捉えたことはないですねっていうことなんですけどもでもきっとプレゼントを送り合う仲っていうのは全然の他人じゃないわけなんですよ。うん、でなんでその人との関係がちょっと一歩二歩深まったかっていうと自分には考えられないような新しいい側面をその人に見たかからじゃないかなと思うんですよねもちろんね何もかも自分の価値観とはぴたり一緒で。 あ楽ちんだわっていうんだったらプレゼント間違わわなないわけなんですよね、うん、だからそうじゃないと思うんですよその人の変わった側面が見れたもしくはあ自分にににはこここううい見うう見えててるるんんだななってここに発見があるわけなんですよねそう思ったらあの今までの人生では気に入らないと思ってもこれをきっかけに挑戦する機会が与えられたそれがまさにプレゼントじゃないかなっていうふうに考えることができてじゃあ試してみようかなっていうふうにやってみると。 今まで苦手だと思ったけどもこれ今回は機会にねやってみようと思うっていうのが何よりものそのあなんかこうちょっと違ったかもしれないけども嬉しいなって思わせることのポイントになるっていう考え方があるんですよ。うんでやっぱねあの、まあ、私も送られたものが全部ね気に入るものばかりじゃなかったりとかするんですけどもそれを機会に自分の人生の幅を広げようっていうふうに変えることによって、まあ、何でもありがたくはなってくるんですよね。 で逆にお金がされるとあのまあ嬉しい一番嬉しいんですよ一番嬉れしいんですけどもこうじゃないんだけどなっていうところから始まっていく例えばあのまああの、まあ、服とかもそうなんですけども色とか竹とかあこういうふうに見えてんだ本当は違うんだけどなみたいなのもあるんですけど言い出せないわけですよね言い出せないんだけどもこれを機会にこれが似合う 男になってみようかなっていうふうに思うことによって全部が丸子様だし自分の可能性も広がっていってあもしかしたらこっちの方向いいかもっていうふうに見直すこともできるしやっぱ自分にはなじまなかったかなっていうふうに改めて、えー、こう発見もできるわけですよねだからそれがなんかこう、まあ、賢い受け取り方とか送り方とかになってくるのかなっていうふうに思うところがあって、うん、まあもちろんね こんんなななののいいいらないっていう,ふうに表現すするのも一つなんですよいやこれはちょっとさすがにきついないらないよねみたいなね <laughs> あのなんかすごい高価なのものをられてで断るっていう例もあるんですけども前回もねあのまさにほんと今回の件なんですけどもリモートで YouTube でやり取りされてる方が、まあ、プレゼントをってきたらしいんですよね。 であまりにも高価だったんで返すべきでしょうかっていうふうに相談を受けたんですけどもさすがに返しちゃうとその人の顔も潰すんでね最悪の決断になるわけですよだったらこっそりとあの廃棄するか譲渡した方がいいんじゃないのっていうことだったんですよね、うんまあ、まさにあの送ればもう送った人のものですからねただ最悪の選択は送ってくれた人にお返しすることなんですよね それはものすごく関係を悪くするんで、うん、それだったらなんですかねこっそりと処分した方がまだいいかなっていうところですよね、うん、で処分することによってもしそれがバレて関係が壊れるならそれは壊れた方がいいというふうに思うんですよ、うん、そんなもの一つで壊れるような関係なったらそこで清算した方がいいですからねただお返しするっていうのは本当にねその人の顔を潰すっていうかねか第一プレゼントしたものが返ってきてで 自分で用意して自分で捨てるみたいな惨めなことをさせちゃうわけですからやっぱお返しするのは良くないかなと思ったら今回の相談はあの車をプレゼントされたということだったんでねうんなんか常々軽トラックが欲しいなーっていうふうに思われてたらしくてああじゃあ軽トラックプレゼントしますよみたいな感じでキーは送られてきたらしいんですよ。名義変更は あなんかこう書類とかがあってねいろいろしなくちゃいけないみたいなことになったんですけどもさすがに助かるけどなとこれはもらえないわみたいな感じであの返すことにしたらしいんですけども、うん、まあ実際ね返さずに受け取ったらしいですけどね、まあ、私が間に入ってあの受け取るようにさしたんで、うんまあ、変わってるでしょ軽トラックとええ <laughs> か込み込みで30万みたいな軽トラックらしいですけどねそのぐらいもらっておけようと思うんですけども。 だから相当なんかこう応援したかったんですよねその方もねいい話じゃないかと思ったんですよ、うん、でもちょっと長くなって恐縮ですけどもその30万で送った軽トラックでその商売をね、うん、できるようになると要するに今までは軽トラックをレンタルしたんだけども軽トラックがプレゼントされたことによって商売のあらりが高くなるみたいなことなんですよねその軽トラックを拒否することによって何が起きるかっていうと結局商売がずっと 手荒れのままいいちゃううっていう現状でで何にも良くないんですよただやっぱりこう軽トラックプレゼントされて今度はねトラックのレンタル料を払うんじゃなくてそれが維持費に変わっていくと結局支払いが同じなんだけども自分の所有物になってきますんでね厄介事は多いんですけどもまあだけどよりその仕事を応援してくれてる人の行動や意識を感じることもできるしそのトラックもまあ大事にね末長く乗ることになるというところで よかろうと思うんですけどもねやっぱ商売をやってる人に商売に必要なものをプレゼントする何が悪いんだとか思っちゃいますけどね <laughs>、うん、まあ逆にねその商売の商品買ってあげてもいいんじゃないかなとは思いますけども、うん、まあ仕入れで協力するか販売で協力するか結局はどっちかってことになるでしょうはいじゃあこういうことでね今回はあの暗号す貨とは関係ないんですけどもこの時期に、えー、なんか遭遇返信になりましたかね じゃあお疲れ様ですじゃあ来年もよろしくお願いします